11月1日のプロ野球の試合を見ていきましょう、えー、6試合行われておりますデーゲームですね、えー、東京ドームで行われたあ東京シリーズ、えー、東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ2対0で読売ジャイアンツが勝利ですねこれは結構投手戦になっちゃうんじゃないでしょうか、えー、ただ畑選手がですね、えー、相手打線、えー、ヤクルト打線を9回、えー、3安打無失点に抑えるピッチング非常に素晴らしかったですね で、またね、えー、岸田選手がね、ヒーローインタビューに選ばれています。えー、この岸田選手の活躍を見ていきましょう。前回のね、試合でね、なんとこう、代打で、あ、代打っていうかね、途中から出てきて、えー、ホームランがこう打ってくれたわけなんですよね。そして2安打の活躍で、今回の試合は日本打数1安打ということでね、 これはおそらくですね、バッテリーとして非常に良い,い活躍をこうしてくれたからなんじゃないでしょうか。まあ、畑選手のね、まあ、能力もそうですけど、そこから引き出す能力っていうのはこれはキャッチャーにもまあ、あるわけですからね。キャッチャーの有無によってね、えー、パワーピッチャーの動向っていうのも、そう、そうね、えー、かなり変わってくるかと思いますので、これは岸田選手のリードも光ったんじゃないかなと思います。 えー、ここ最近はね、大城選手ということでね、ヒットでこう下げてきましてね、まあたまに隅谷選手もね、使いつつっていうところであったんですけども、えー、こうやってね、岸田選手も出てきました。そうなると小林選手のね、いる立場がな,なくなってしまうということでね。えー、ちょっと小林選手がね、ちょっと気になりますね。はい、えー、ハマスター6対5、よ横浜 DNA、そして阪神タイガスということでね、えー、横浜さよなら勝ち6対5ということでね、 序盤は横浜がリードしていく場面だったんですけど中盤以降から少し流れが変わっていきまして4回、この攻撃サンズ選手のタイムリーツーベースで1点差に迫りますそしてその後1点を追加されまして3対1とされるんですが7回、近本選手のライトにタイムリーヒットそしてさらに糸原選手のタイムリーツーベースで逆転に成功さらに丸テ選手がタイムリーを放ち しまして1個、細か回3得点、5対3となっております。これで、ねえー、阪神に流れはいったのかなと思ったんですけど、ただ7回、えー、細川選手に、えー、特大のソロホームランで1点差に迫ります、さらに、えー、外選手にもタイムリーを打たれまして、えー、同点に追いつかれてしまいます、そして、えー、9回はですね梶谷選手にタイムリーを打たれてしまって、これで幕切れ、逆的劇的ね勝利を収めております。エドワー投手がね、えー ここでね、えー、負けがついてしまうというね、えー、試合にこうなってしまったんですけどもね。まあ、エドワーズ選手もね、えー、まだまだ、ね、えー、これから。 ね、えー、頑張っていただければなと思っております。まあ、エドワ選手もね、えー、まあ、スアレス投手同様ですね、まあ、安定したピッチをここまで続けてくれていただけました。まあ、ここまでのね、えー、中継ぎ陣の防御率を見ていきますとですね、まあ、日本人っていうとね、まあ、馬場投手、まあ、岩崎投手はね、まあ、相変わらずね、素晴らしい成績を収めてはいるんですけども、それ以外の投手を見ていきますと、もうね、えー、防御率がね、もう4点台を軽く超えてしまっている選手がね、えー、かなりこう多く目立って、 た印象で2点台というピッチャーはね。結構珍しいんですよね。かなりこう抑えてる部類にこうあるんですけども、まあ、ここでちょっと打たれてしまった。ところね。まエドワーズ選手はね、えー、ここでね、えー、悔やまないでいただけたらなと思っております。はい、えー、中日対広島名古屋ドームでの一戦ですね。3対0ということで広島3立。立て。 えー、森下投手が素晴らしいピッチングだったんじゃないかなと思います。その後つないでね、フランサー投手も素晴らしかったな、というところで。えー、なんとプロ初、えー、プロね、1年目ということでなんですけども、8回7達三振の好投を見せまして、今シーズン10勝目ということでね、なんと防御率が2.04、えー、防御率も素晴らしい。そしてね、 えー、さらに試合をこうしっかりこうつってくれているということでね、これ二桁勝利ということなんじゃないでしょうか。これもしかしたらね、森下投手最優秀防御率、さらに新事業というね、なんと日韓達成する可能性もここにね、来てね、見えてきましたよ。これもね、えー、一年目としてはね、えー、かなり優秀な部類なんじゃないでしょうか。というよりはね、えー、森下投手が、まあ、やばすぎるというね、えー、まあ、一言で、ま尽きるかと思います。はい。 えー、札幌ドーム、日本ハム対オリックスは7対1ということで、オリックス大敗ですね。えー、序盤だけでね、試合が展開がもう決まってしまったようなもんですね。3回だけで試合終わってもよかったかもしれません。それだけでね、7対1ということになってますからね。えー、ちょっとね、ホンダ投手がね、ちょっと良くなかったですよね。えー、まあ、これはホンダ投手と言いますのはね、とこれおそらくどうなんでしょうかね。そうですよね、これおそらく、 えー、今シーズン初登板ですよね。だと思います。多分こ、今後、今年はね、全然一切出てなかった。まあ、試合、試合は出てなかったと思いますので、昨年はね、結構2軍とかでね、先発していましてね、防御率的にはね、非常に良かったということでね、試合がトルをね、えー、まあ、返り咲いた、まあ、選手なんですけども、ただ、今回の試合ね、えー、ちょっと残念ながら、試合を作ることができませんでした。まあ、ちょっと一軍の試合がね、えー、ちょっと厳しすぎるっていうところも、まあ、あるかもしれませんけどね。は、う、い、ん。ちょっとね、 えー、めったうちに食らってしまったなあっていうところがあります。またね、ちょっとね、守備のミスもちょっと痛かったかなというところですね。まあ、ただ、今回の試合でね、えー、一戦でくぐればね、えー、ちょっとホンダ投手のね、具合がちょっと良くなかったっていうところですね。もうちょっとね、コーディションのね、えー、状態も見ながらね、登板させても良かったかなといった印象です。えー、メトレフ。 えー、西部対ソフトバンクは3対1ということで、ね、えー、前回ね、えー、投手陣が崩壊してしまった、はソフトバンクなんですけど、今回は投手陣が崩壊することはありませんでした。えー、一色点にね、えー、しっかりこう抑えるピッチング。これはね、先発だけじゃなく中継ぎ陣。これも素晴らしかったですね。えー、よくね、増田劇場なんていうね、えー、言い方がこうされているんですけども、どうでしょうか増田選手の結果ちょっと見てみましょう。はい。 増田選手、フォアボールもヒットも出すことなく3人切りということでね、えー、本来の増田選手らしい雰囲気が出てきたんじゃないでしょうか。ここまでね、フォアボールとかね、ヒットを与えまくってね、まあ、知ってこそはね、最低限に食い止めては言いましてね、ゃんとセーブとかもついてはいるんですけどもね、えー、ここまでね、なんとなく増田劇場と言わんばかり。まあ、防御率がね、2.15とね、えー、非常に優秀な部類ではあるんですけども、ここまでの増選手先生、田選手のですね、 ななんとなくこうイメージというかですね、ランナーを出しているシーンから見ていきますとまあ防御術がね3点台でも何らおかしくないというね、そういった雰囲気はあるんですけどもまあ結果的にね、試合が勝てばまあそれでいいと思っている方がね、中にね、かつていらっしゃいましたからまあそのような考えなのかもしれませんけどね。はい。 しっかり抑えてくれたの結果だと思います。5対3。はい、えー。3対3ですね。失礼しました。これは想像で行われたシェロって対楽天ということで引き分けですね。はい。えー、10回引き分けということで。 えー、ちょっと楽天がね、ちょっとね、えー、攻撃のね、えー、ちょっと得点のチャンスを逃してしまったっていうところもありますね。序盤に取ったは3得点なんですけども、これね、えー、なんとヒット数を見ていきますとね、えー、楽天はなんと12打数3アンダー。12打数打ってるんだからね、えー、5得点取ってくれてもね、えー、いいんじゃないかなっていうところではあるんですけども、 まあうん、どうなんでしょうかね。まあ、ロッテがね、先にね、先制して、まあ、その後に追いついて、えー、逆転したっていうところではね、楽、え、天、ー、にね、えー、倍があったんでしょうけども、ただ7回にですね、えー、ここでね、えー、安田選手がね、当点タイムリーを打ちましてですね、あ、失礼いたしました。 はい。えー、ちょっとすいません。大変失礼しました。変な音がちょっと流れてしまいましたけども。えー、安田選手がね、ワンナウト満塁というところでやはりここでね、えー、ここぞというところでね、打ってくれる。これはね、安田選手じゃないとなかなかできないことだと思います。で、今回ね、7番に下がったね、安田選手なんですけどね、やはり安田選手4番じゃなきゃね、えー、ちょっとね、ここダメなんじゃないかなっていうところが、今回ちょっと見て取れた試合ですよね。で、まあ清田選手もね、えー、 ツーランホームランでね、えー、一発でね、こう先制するというところもありましてね。まあ、清水選手もさすがだなといったところではあるんですけども、まあ、安田選手もね、ここぞという場面でこう打ってくれる選手なんですよね。えー、ワンアウトマンルで同点タイムリーが打てる。これはね、安田選手じゃないとできません。 はい。えまあ、ちゃんとね、チャンスでこう打ってくれるっていうのがね、えー、まあ安田選手というかね、まあ得点圏打率でね、見ていくとね、そこまで高いね、えー、ことではないのかもしれませんけども、ただ、通常打率と比べると2割5分9厘、えー、高いですよね。えー、本当にここぞという場面でこう打ってくれる、まあクラッチヒッターのようなもんでしょう。はい、ということでね、最後まで皆さんご視聴いただきまして、ありがとうございました。 えまだまだプロ野球の試合続いていきます、まだ日本シリーズとかもね、えー、またそういったところもねまだ見ていきたいところもありますので、またね、えー、ぜひぜひ、えー、まあ皆さんと一緒に、えーねえー、見ていけたらなと思っております。最後ままでごご視聴ありがとうございました